うちの町には皆さんご存知だと思うんですけども、青根温泉っていう伊達政宗が400年前によく休んだという温泉があるんですけども、まあ、政宗が戦の傷を癒したり、仙台藩の領国経営を考えた温泉だと言われてるんですけども、やはり風評被害でもうお客さんがかなり落ち込んでしまいまして、ある旅館ではちょっと休業せざるを得ないということになっております。震災の時にですね、そうです、石巻の人たちを二次避難でその青根温泉を中心に受け入れたので、その時のつながりで今でもいろんなイベントに石巻の方々をお招きして交流が続いています。そういった面で観光面では青根のお客さんが大変減ったということを憂慮してます。ただコンサートというものを開催してもらって、かなり多くの若い人たちが来てもらってる面ではありがたい面はありますね。それから森林組合を中心にしいたけとか作ってる人たちが多いんですが、もうしいたけもこう風評被害でも消費量がドンと減っちゃいまして、それと同時にしいたけの菌を植え付けるホダニっていうんですけど、そういった菌も確保この辺ではできないということで、やはりこう森林組合を中心にね、こう生産意欲が低くなったってことが一番大きいですね。この風評被害っていうものはまだまだ広がってるような感じですね。収束はしていないと思いますね。どういうふうにしてそれを払拭していくのかっていうのは大きな課題だと思います。まず防災の地域計画っていうのはもう10年前に作ってるんですが、もう時代が全然違くなってしまいまして、今回なんかは本当10年前に作ったものがあまり生かされないものですから、やはり練り直すということで、平成25年度にもう一回作り直そうという、まあ、計画自体は作り直そうと思っております。先日1月の末にはですね、山形の段ボール会社の人たちと契約を結びまして、段ボールベッドを供給してもらえるような契約を結びました。やはりこう大山脈を超えた交流がね、必要だと思っています。それとあと例えば電気でも東北電力と復旧を早くしていただくための協定を結びました。今回の東日本大震災は本当にいつでもこういうことがあるんだと。あと我々は内陸部ですから、津波に関してはほとんど無関心だったんですけども、やはり友達とか親戚がそうやって亡くなっている人も多いので、どういったらこう被害を少なくできるかっていうことをいつもやっぱり町民の皆さんも意識するようになったと思いますね。川崎町は蔵王のふもと、本当に水も空気も大変きれいですし、住んでいる町民の皆さんも人柄が優しいので、ここに住んでいただければ本当に子育てでも何でも大変住みやすい町ですので、どうかこの川崎町を見直していただきたいと思っております。確かに少子高齢化で、人口は減っておりますが、その分来ていただければ大切に町の人たちと一緒にこの町づくりに参加してもらって、共に子どもを育て次の世代のために一緒に町づくりをしていけますので、どうか川崎町に来てもらえるようにお願いするところであります。どうぞ川崎町何度も来てもらって、町の良さを確認していただければ、本当に後悔しない町ですので、どうぞよろしくお願いします。